はいどうもバッキーです。さ、今日ご紹介するテイクアウトグルメなんですけど、今実は中野に来てまして、みんな大好き天下一品さん。ゆっちさ、天下一品といえば何ですか？こってりスープじゃないですか、やっぱり。そのこってりスープがなんと紙カップでお持ち帰りができると。スープだけ。全国初、中野店限定、手軽にこってりスープと。これいいですね。紙コップにこってりスープだけが入って、税込み150円。もうコーヒーのように飲んでいくと。こういうの待ってました。もうね、こんな時代になってしまいました。でこうやってラーメンの持ち帰りもあって、家で麺を茹でて自宅で天下一品を楽しむことができる。これ安いよね、はい、だって具が入ってても776円でしょ。だからまあ具なしで買って、具だけスーパーで買ってきてもいいしね。出来たてお持ち帰りっていうのもあるね。テイクアウト用ですよね。そうです、容器がある。家でレンチンして食べるのかな、うん、2つ、はい、2つで、はい、お願いします。300円。これ結構出るんですか？出てますね。あ、出てます、はい。もうこの時点でこってりスープのうまそうな香りがたまらないですね、これ。たまらないです、これは。確かに。じゃあ、いただきます。ゲットしましたよ。来ましたね、これですね、これこってりスープ。マドラー付きですね、うん、中にちょっと具が入ってるらしい。うわ、うん、それも楽しみですね、うん、じゃあちょっとまず一口いただきます。こってりスープだ。そのままめちゃくちゃうまい。今の時期これ最高じゃないですか。うん、これこのまま家持って帰って、はい、冷やご飯入れて、あ、どうする食べたいね。たまんないですね、それ、うん、下手したらもう一杯。まさかのおかわりですか。めちゃくちゃ美味しい。いや俺天下一品のこってりさ、ほぼ 100% さ会員しちゃうレベルだから、うん、それがさ、このカップで飲めるってのがいいよね。最高ですね。最高ですよ、これは。中にネギとかも入ってるし、うん、でほら見て、チャーシュー入ってんのよ、ほら。これちょっと、これなんか嬉しいよね。いいですね、うん、ちょっとしたあれだけどさ、はい、このサプライズ嬉しいですね。これは嬉しい。でこれだけ全部飲んでもいいんだけど、うん、せっかくだからさ、ちょっと近くにコンビニあるじゃん。ありますね、うん、レジ横のさ、なんか商品買ってさ、ちょっとなんかディップして食べてみたいよね。うわ、それやっちゃうんですね、うん、ちょっとアレンジで。うわ、やばいそれ、うん、本当だったら家に持って帰ってやりたいんだけど、ちょっと距離がありまして。近くに公園あるから、はい、うん、ちょっとコンビニで買って公園でこってりアレンジをかましてやろうじゃないかと。はい、ということで近くの公園にやってきまして、ファミリーマートでポケチキとアメリカンドッグを買ってきまして、でこれに天下一品のこってりスープディップして食べたらうまいのか。確実にうまいんだけど、確実にね。絶対うまいです。あえてね、これポケチキをディップして、ほらこう。これちょっとやばい。新しいけどね。これでじゃあいっちゃいます。たまらなくうめえ。いや絶対そうですよね。なんだこれは。うわやば、旨味がもう3倍ぐらいプラスされるね。このスープディップするだけで。そんなにですか、うん、で今口の中にまだチキンが入ってる状態でこれをね、うわ、おいでいっちゃうんですねこれ。たまりません。であとアメリカンドッグ、まあおなじみですけどね、はい、これをちょっとつけて。なんかこれすごい絵だよね。すごい。遊んでるわけじゃないからね、食べ物で。そう、こうしたらより美味しいと思うから。おわ、ちょっとなんかチーズみたいだよね。本当だ、うん、これでちょっといっちゃいましょうか。うん、うめ、ん、やっぱいい感じに吸収するから、これやばいですね、うんうん、こってりのコクとさ、アメリカンドッグの生地は甘いから、これが口の中でね、いいハーモニーを奏でてくれてます。最高ですね。で今これ食べたところなんだけど、このスポンジの中にまたこれをつけると染み込むから、ほら。うわ、これちょっと、あ、違いないね。風強い中さ、公園で俺ら何やってんだよ。口の時にめちゃめちゃなびいてる。これ新しいかもしれない。これちょっと真似したくなっちゃいますね、みんな。うん、うん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 。でまたこっちにまた戻ると。これでまた行っちゃう。ポケチキの方が美味しいかな。あ、うん、であと中に入ってたチャーシュー、うん、あ、いいね。うわ、いいですね、うん、いやでも新しいことやるよね。もう
どっから見てもさコーヒー飲んでるにしか思えないのにさ、まさかこれがラーメンのスープだなんて思わないでしょ。思わないでしょう、まあ、ということですので、天下一品のもう中野店でしかこれやってないので、ぜひ、こってりスープだけ飲みに行きたい方、まあ中でラーメンすすった方がもっと美味しいんですけどでもさ、うちらが買った後も並んでたからね。はい、結構いましたね。ね、だよね。まあぜひということで、佐田脇さん、え、150円のこってりスープより交通費の方が高くないですか、うん、それは言うな